皆様、こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するジャネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大俳優の長谷川博美、42が主演を務める NHK 大河ドラマ、キリンが来る、日曜あと8.0例の第2話が26日に、俳優の元木正宏、54? 演じるミノの守護代、斎藤道三が、ミノの若き守護で、娘婿の時より泉、矢野正とお容赦なく独殺し、制作統括の落合進むチーフプロデューサーは、クランクイン初日、昨年6月3日に撮影されたシーンだと明かし、初日に撮影したとは思う。斎藤道三が出家する前の斎藤と島さにしか、見えない。悪夢くんの凄さと絶賛。元木は、 実人生でも破天荒な父、内田裕也さんを持つ娘、内田矢也子の息子ですので、もし自分が親も子もない戦国の世に生きていたら、と思う。このシーンは、人ごととは思えず、汗。我ながらゾッとしましたと自身を重ね、冷や汗をかいたと振り返った。冷酷な悪木君はインターネット上でも、大反対。視聴者を恐怖で震え上がらせた。大河ドラマ59作目。 第29作、太平記、1991年を手掛けた、池畑春作詞、74? のオリジナル脚本で、地匠、明智光秀を、大河初の死や、その謎めいた反省にスポットを照らす。物語は1540年代、まだ多くの英傑たちが、英傑以前だった時代から始まり、それぞれの誕生を 2> 第2話は、未知の罠、光秀。 長谷川に心を開いた、餅月東安、坂井正明と、駒、門脇麦は、共に、美濃に向かうことになる。しかし、そのよく手に、美濃の侵略を目論む終わりの織田信秀、高橋勝則の大軍が迫っていた。大勢に、武勢の中、老情を決め込む斉藤道三、本木、光秀と道三の着難、後世、伊藤秀明は、反対。 それは敵を欺く道3の作戦で、という展開だった。その後、道蔵は、娘、貴重、川口春菜の夫、時頼泉、矢野がの秀と取引した証拠をつかみ、頼泉を独裁。このシーンは、クランクイン初日、昨年6月3日の夜に撮影された。落ち ICP は、斉藤道蔵の本領発揮のシーン。政治のためなら、自分の娘婿すら殺して、 やっぱり役目くんの凄さですよね。映画でもテロリストの役を演じたり、いつも使い分けていますが、恐るべし元木正まと再敬礼した。SNS 上には、怖怖こんなに怖いイラストあるかぞっとした戦闘シーンもすごかったです。どうさんつい、よりずみのお話し合いの方が、怖さがある。歌歌いながら、娘の旦那を毒殺して続くって、怖すぎだろ。 マムシ、自分が知る限りタイガ市場でも、屈指の続々来るラスト、斉藤道三恐怖クオリティ。レベル1対面、レベル2茶を立てる。レベル3歌を歌い始める、同時に茶を飲んだ人死ぬ。今週は、完全にマムシの独占上態計算づくの暴略、このおっさんを敵に回したら、どういうことになるか。木君の楽しそうな会演が冴えまくっていたなどの書き込みが続出した。 元木は長時間に及ぶ撮影でした。10キロくらいの甲冑をつけた、様々な所作をするのが拷問のようで、佐藤の所作が特に大変でした。正直、背筋を伸ばすだけで必死なんです。でも顔はクールでいなければいい。甲冑の内側は背かきまくりでしたと苦労した。自人生でも破天荒な父、内田祐也さんを持つ娘。 うちだやや子のむっこですので、もし自分が、親も子もない戦国の世に生きていたら、と思うと、このシーンは、人ごととは思えず、汗、割れながらゾッとしましたというモアを交えて、心境を打ち明けた。矢野は、僕自身、初対画で緊張していたこともあります。リハーサルの時から、周りのスタッフさんたちも固唾を飲んで見守るような、そんな緊迫感のあるシーンだったのを覚えています。 前に作品でもご一緒させていただいたプロデューサー、監督に矢野ならできると背中を押していただき、道三役の元木さんからもお声掛けいただき、物おじ、役を演じ切ることができましたと回想。短い出番ながら爪痕を残し、落合 CP も蜷川幸雄さんに鍛えられた演劇的な芝居があのシーンにマッチして頑張ってくれたと思います。